海と日本プロジェクト、海で宝。海水浴やビーチパーティーで多くの人が訪れる豊見城市豊崎の美ら山ビーチで、8月7日海と日本プロジェクトとロート製薬が連携して、美ら海ゴミゼロ大作戦を開催しました。清掃活動の前にロート製薬の環境に配慮した日焼け止めスキンアクアネクスタを参加者に使ってもらい、しっかり紫外線対策。この日は一般ボランティアをはじめ、ロート製薬、イオンなどの企業からおよそ80人が集まり、1時間ほどで30袋分のゴミを回収することができました。美ら海ゴミゼロ大作戦大成功。今回このビーチクリーンイベントを開催したきっかけについて教えてください。このネクスタを通して私たちの海にできることを考えるきっかけにつながりたいなという思いのもと、このプロジェクトに参加し、今回ビーチクリーンイベントも開催いたしました。ロート製薬ではビーチクリーン以外でも海を守る活動に取り組まれているんですよね。はい、これからの季節頻繁に使う日焼け止めには、海の汚染やサンゴの死滅の一因として懸念され、海外では一部規制が始まっている成分を使用していたのですが、ロート製薬ではそれらの成分を配合せずに開発された日焼け止めスキンアクアネクスタを2022年に発売いたしました。日焼け止めスキンアクアネクスタは、日本でもサスティナビリティという言葉を聞くようになった2016年ぐらいから構想し始め、300処方以上も検討を重ね、ついに誕生しました。実際どういった商品なのか店舗を訪ねました。梅田さん、はい、少し試してみてもいいですか？はい、ぜひお願いします。伸ばして、おー、結構これ伸びがいいですね。このネクスタは年齢により紫外線ダメージを受けやすくなった大人の肌に着目し、8種の厳選した美容液成分を配合しています。お肌にパックのように密着し、一日中潤いながら紫外線をバリアし、日焼けによるシミを防いでくれます。海に悪いから日焼け止めを塗らないという選択肢ではなくて、自身のお肌も守りながらレジャーや日々の生活を楽しんでいただきたいです。ネクスタを通して私たちの海にできることを考え、行動へと移すきっかけになると嬉しいです。海と日本。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。